ちは、ハッキングチャンネルです。今日は新しいボード買ったんで、トータルぐらいかな、20万ぐらいしたと思うけど、もうレンタルするよりね安いんで軽いし、今から組み立てていこうと思います。ちょっと雨降ってんだけどね。Let me try that. This is the first time. But, well, yes. Let's do this. Yeah.はい、これで一式かな。まあ20万ぐらいするけど、まあもうちょっとするかな。22万から5万ぐらい、アクセサリーまで入れるとね、リーシュって言うんだっけ、ああいうやつもつけたい人は、まあ、結局ねいろいろ買うだろうから、22万ぐらいから25万ぐらいと思っといてください。はい、それでは開けてみよう。もうすごい、すごいけど、なんかあれだな、ちょっとボックスが開いちゃってるね。わわわわ、ちょっとボックスが開いちゃってるよ。穴も開いてるし、今回はステップオンとね、ステップオンの専用のシューズと、あとなんだこれ、スピードソース買いました。クリームで、滑走剤程度かな。なんかパーツがねちょっと雑だな。さすが外国製だねこれ。雑っすね、雑だな。はい、シューズは30センチ CM でいくと US12 ですね。メンズの、はい、ステップオンシューズです。はい、ワランティー保証書ついてますね。1年間だけど、うん。で、まあ素人はこのステップオンがそんな1080とかね決めない人はこれぐらい。だいたい2センチ、 2.5 センチぐらい大きいのを買えばいいんで、28センチぐらいの私は30センチのにしました。はい、2から 2.5 センチ、3センチないぐらいがいいと思うんだけど、ね、でここはパンツをちゃんと挟んでここにね、でステップオンしないと壊れるよっていうワーニングがついてます。はい、でこれは US12 なんで、その12に合わせた L サイズのステップオンがこれね、はい、11から 13cm は、29から31センチのシューズはこの L のステップオン、これじゃないと、はい、
マッチしませんので、これ買う人注意ね。だから29より下、 28.5 の人とかは多分ね、これ M とか書いてあるやつかな。でも 28.5、 29以下か、あ、2万か。その 28.5 とか28の人は多分 M とかになるんだろうけど、それはね、あの靴のサイズじゃないよ。自分の靴のサイズが26とかの人は28とか 28.5 になると思うんだよね。つまり2センチとか2.5センチ大きめのを履くだろうから、このシューズがね。なのでそういう人は、はい、確かめてください。まあ、私の場合はこれ US12 なんで、 US11 から13、はい、センチメートル29から31センチの人はこの L の L サイズのステップオンがマッチしますと、はい、日本語でもちゃんと書いてある。英語とフランス語と日本語とマニュアル読めて、マニュアル読めて書いてあるだけ、はい、これはステップオンのサイズ。まあ普通はブラックとかホワイトが一般的だと思うんだけど、これね、このバウンって書いてある、なんか傷ついたような、新品なのに。まあ外国製はこんなもんだね。この A 文字が入ってるのが少なかったんで、はい、これ新作ですね、多分これにしました。はい、これにガチャッとはめるんだけど、はい、こんな感じ でシューズをガッてね乗せます。ここにちゃんと LR って書いてあるね。 L がこっち、これをこのボードに合わせていきます。こっちが R、 はい、これ度数とかね、マニュアルとかいろいろついてるわ。で多分1年間のワランティーがついてますね。1年保証です、はい、なくさない。でこういうハードウェアの、はい、ボルトナットね、これ最初はついてきますが、これだけ別に売ってあるんで、これね、壊れた時のために予備で買っとくのもありかな。これが下の角度ですね、この辺、はい、つけていきましょう。 Let me read the manual first。すごくの、いや、こっちがイングリッシュですね、はい、スノーボーディングネクストエボリューション、はい、エボリューションつってもステップオンはまあ1080とかいろいろ決めない、普通に乗る人はこれがいいけどね、ぐるぐる回る人は外れちゃう危険があるので、まあ、普通のバックルのやつを進めるけど、まあ、私はそんなに1回目行っていきなり初心者で、あの山の一番上から滑れるようにすぐなったので、今回はこれ買った方が、あのレンタルするより安いし、レンタルのこれボードが重いんで、は
ボードが重いとね、あの疲れるんで、片足だけね、あのきつくなるね。リフトに乗るまでのスライディングとか、はい、いろいろ問題が出てくるんで、まあ今回買いました。サイズが最初に書いてあって、チェックはサイズ、はい、メンズブーツ11-13、はい、センチメートルで言うと書いてないな、これかな、29-31cmの人はラージの、あ、このステップオンのね、キットを買って渡ってたね。 26.5-28.5 の人はミディアムサイズのこのね、ステップオンを買ってくださいと。 US サイズ行くと 8.5-10.5 ですね。で、スモールサイズは24cm-26cmのね、人はスモールサイズです。 6-8 in the US size のこのステップオンを買ってください。で、何回も言うけど、そのサイズは自分が履いてる靴の 2cm-2.5cm アップサイズを買わないと入りません。このバートンの場合ね、他のメーカーは知らないけどです。で、私の場合は 28.5 なので US12-29-31、はい、まあ、30センチぐらいのを買いました。まあ、一回あれだな、あのレンタルで履いてみて、近くにない人がね、あのゲレンデ行ってレンタルで借りて、そのサイズを覚えて帰ってきて、あとはオンラインで買うとか、まあそれがベストでしょう。一回履いてみた方がいい。でも、はい、大体2-2.5cmサイズアップのを買えば問題ないです。あと靴下で合わせて、まあ、結構きつい人でも3センチアップぐらいでいいかもね。はい、です。ステップオンヒールカニックハズトゥエンゲージメントポジション、はい、2つカチッてするとこがあるとクールポジション1 allow you to lock your heel、 はい、1つ目がうるせえな、 LengthThe gas pedal has 4 different、index setting max with US boot size to easily find the correct setting. 3. Reattach the rear gas pedal table into the notch into the base pedal. まあ、よう分からんけど、この L でいくと、まずブーツサイズをチェックして、これをこうね上げて、これをねこう口で説明するの難しいね。これを上げてくださいって書いてあるんだけど、おうるさい、マジなんだっけ、はい、こう上げて forward lane more forward laneequal, quicker turn and more response、 はい、あ、いった、はい、ちょっとね軽くこっち側は触らずにこっちのこうねスライドさせればいいですね。そして12に刺さるように、私の場合はね見えづらいな、12はこの3番目
これめっちゃ見づらい。この12、3番目 US サイズね、3番目にここが刺さるように、これもねスライドできるんですよ。はい、このスライドさせて、はい、この辺りチャッチーな、これで12になった。はい、これでここが少し伸びたんで、このステップオンのここはね変わんないんだけど、これでよいしょ、このこれ R だな、このエッジとね、ね、この後ろがカリッて入るようになるはずなので、はい、こっちをやってみよう。これで、はい、これこれ L でしょ、でここが書いたんで、これもっと分かりやすく、まあ、ここ、これステッカーなんでこれ剥がれるともう分かんないけど、レフトね、これがこれステップオンできるようになると、はい、こうですね、はいはいはい、これで12サイズ、まあ、28.5 の人で30センチにサイズアップした場合はこれですね、はい、これ取るときがここをねこうしないと取れない、こうやってねちょっとここが難しいんだけど、こうねじるように、はい、これで取れます。これがステップオン、はい、レフト、このワーニングがなんだっけ、あれあれあれ、同じように、おー取れた、ここにサイズが書いてあるんで、サイズメーターって書いてありますね。これで最初は11に刺さってるから、これを伸ばして、うん、手挟まないように、ね、伸ばして、今 11.5、 もう一個だね、いけるかな、うん、固い、めちゃくちゃ固いな、うん、うわあ苦労するわこれ、お行き過ぎた、最初ね壊さないようにね、でも結構思いっきり引っ張らないと刺さんないわ、はい、でこのクリック部分をこの12にね、私の場合は合わせると、12かな、よし、そして12、はい、で押すだけですね、はい、でここにリリースレバーここって書いてある、はい、これで取れますと、でこのここでねコントロール調節、これがステップオン L サイズね、はい、11-13 29センチから31センチの人で、実際自分が履いてる靴は2センチから 2.5 センチ下の人ね、つまり一般的に履いてるのが 28.5 なので、私の場合はこの30センチ
2センチアップぐらい。クルーザーシステム。ああ、これは一応読んどこうかな。私は知ってるんだけど、この、これ、あれ？左で行った方がいいか。ここを、はい、緩めます。カチッて引くね、くる。そして、回転って書いてあるけど、このままこう、はって引いた方が良かったような気がするんだけどね。なんでだろう。ああ、はい、締めるときだね。はい、フルで、これを、パリ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 って、最初なんで、結構固めについてるんだけど、はいはいはい、これをこう紐をね出して、はい、こうやってシューってこれ勝手に回っていくんで、こうワイヤーなんでなかなか切れないと思うんだけど、一応最初なんでゆっくりね、はい、壊れないように引っ張って、で中のこのマジックテープを外して、はい、これで落とすね。これで最初中に、最初入ってそうなんだけどな、入ってはない。これをちゃんと取り出さないと、はい、新品なんで、はい、これを取って、潔癖症だからね、あの新品買ってよかったわ。これ結構、まあレンタル屋さんクリーンにはしてあるけど、なんか嫌じゃんね。でこれをこうやって履くんですよ。普段 28.5 の私が30センチぐらいのを履きます。センチぐらい大きいのかな。でこれちゃんと出して、はい、30センチですね。30センチでこれちゃんと締めて、こう押して回していけばいいのかな。一回ね、この赤いのを、あ、そうそうそう、これでシューって、このグレーと赤をね、こう外してシューってやって引っ張っていってね、そしてカチャッてやって、これを押して右に回す感じ、時計回り、これで締まっていきます。これでこの、これはね、ちゃんとこの中にね閉まった方がいい。一回やるよ。これ引っ張るとここが開くんで、これをちゃんと閉めて、閉めてね、ある程度閉めたら、この緑を押して、グレーかで、これを入れて中にね入れて、この間なんで痛くないんだよね。このガードとこの一番上のトップの間に入れれば痛くないです。そして一応取り出しやすいぐらいの位置に置いといて、このダイヤルを押してこう締め、まあ、ゴルフやってる人は大体このダイヤルのやつは分かるんだろうけど、このこれをパンツをね、ここにちゃんと挟まないと、このステップオン、ここね、こことこことこ、3つはクリアにしとかないと壊れますんで、はい、注意です。で、ここに、こうやって、ガチャッと、はい。はい、そして、OK。
左の場合はこれをやってこう後ろをリリースして足をこう斜めにこうグッとすると取れますね。はい、右も一緒、こうやってかかとからいってクリアでしたね。こうクリアにしてかかとからいってフロント左右カチッとはめて、これ左右どっちでもいいけど抜くときはこれをね、プルアップしながらプルアップした状態で後ろ抜いて前はこう内側、こっちも内側にこうカッてやると、ね、こう取れるね。かかとを取ってこれはちょっとこう斜めにやると取れます。でこのダイヤルをプルアップして、ね、このある程度引っ張ったらこれを取り出してこの赤い部分をシューって引くと、このグレーとこれがセパレートしてね、紐がほら取れるようになるんで、これでリリースです。リリースしたらこのマジックテープをうまく外して、はい、でこれ結構ねやっぱりきついんだよね。 1.5 センチぐらい大きくしてるけど、うん、やっぱ私はちょうどよかったけど、ちょっと不安な人はまあ2センチぐらい、2センチか 2.5 センチアップしとかないと、このなんていうのかブーツはね、まあなんだっけ、スノーボードのブーツは、はい、大きめにしといた方がいいです。このインナーがすごい厚いん でこれ硬いんでね、スキーのプラスチックのような硬さではないけど、なんでこれ気をつけてください。はい、では次はどうしようかな。ボードにね、設置してみよう。はい、ボードに設置と。はい、これがボードっすね。ボードはだいたい10万前後するかな。でもこれすごい軽い。うん。レンタルすると私はどれぐらいかな。あ、そうそう。身長は187センチあるんで、それはマイナス、マイナス15ぐらいから20ぐらい。いや、25ぐらいか。162のボードを買った方がいいのかな。62で W って書いてあるのはワイドなんで、ボードが足が大きい人はねワイドにすると、雪にブーツの塔とか先っちょとかね当たらなくなりやすいんで、まあそんなに気にしないと思う。普通に乗る人は W はいらない。ちょっとワイドになるんで、うん、さほど気にならない人、本当に靴が XX ラージじゃない人はもうこれぐらいですね。はい、これが163センチ、159から163ボードですね。これに大体25センチぐらい足すと、はい、大体こう顎ぐらいでいいんじゃない？187なるよね。うん、187。はい、これで頼んじゃったんだけど、このブーツとか
ステップオンとかボードとか収納できる。はい、なんかねケースもいります。本当は簡易のね、かっこいいただのケースが良かったんだけど、ケースというかカバーが良かったんだけど、サイズがなかったんで泣く泣くあのちゃんと収納バッグにしました。はい、これ開けてみようかな。これ入れ物かっこいいね、段ボールでできてるけど。でめっちゃ出すのが難しい、こういうのに当てて引くしかないか。わわわわ、上に当たりそう。あ、めちゃくちゃ軽いね。レンタルのと比べると軽くてすごいこれ。でデザインもいいよね、軽い。はい、でここに滑走剤塗って、はい、ボードこれですね、かっこいい。さあこれをつけていくか。ハードウェアインクルーデッド。ああ、ここにつけるね、あの部品がついてると。よし、さてはて、これ要はなんだっけ、25センチ小さめか、まあ20から25センチ小さめで OK と。重さが、あ、この横がね264ミリかな、あ、258ミリだった、間違えた。で、いろいろわけわからんやつが書いてあって、まあ、大体118キロの重さまでは耐えられると。で、長さですね。はい、サイズ162。ボードサイズが162センチで、ウエイストウィズ横かな、はい、この辺が258かな、これこっちは大きいんで。サイドカットラディウス 7.8mm グリーンリー、この反りかな、はい、よくわからんけど、エフェクティブエッジ1240 1240mm、 エッジが、ああ、効くのがこの辺まで、うん、ここの上の部分は使う、エッジ効かないんで。そうだよね、この辺までが、はい、1240mm、 ああ、重さが182-260lb or 82キロから118キロプラスまで耐えられると。バインディングサイズ large、 はい、まあ一般的なパークはレベル4、オールマウンテンレベル8、パウダースノーはレベル8という、まあ、ちょっと中級、上級よりのボードですね、うん、重さ書いてないな、でも軽い、どれぐらいだろう、うん、
片手で持てるもんな。ペットボトル、どれぐらいあるの、1キロないぐらいかな。まあ、これ開けるのが難しいな。